い、こんにちは。竹村です。今日はインプレッサーの運転のコツですかね、のリクエストが多いので、今日はそちらの方の動画をご一緒にご覧いただきたいと思います。撮影に使ったカメラの方は、こちらドライバー目線の、絵も欲しいっていうことでソニーさん の、 スポーツカムを使ったのと、あとは一番左がクラッチペダルなんですけれども、クラッチの操作と、アクセルの操作をも同時に見せてほしいということで、こちらにソニーさんのハンディカムを設置しまして、あとはとどめに後ろの方ですよね、後方から、すいません、ちょっとごちゃごちゃしてて、こちらのシフト操作ですねも一緒にご覧いただける、そうですね、3点カメラで、撮影して、ちょっとまあ車の運転のコツ的なレポートも入れております。一応ですね、撮影場所の方は、南港の方になるんですけれども、南港の野鳥園の方に行って、詳しくアクセルの操作ですよね、の方見てもらおうと思ったんですけれども、平日ですごいトラックいっぱいでめっちゃ混んでたんですね。なのでちょっと運転だけの動画になるんですけれども、ご了承のほどお願いいたします。それでは、動画の方ご覧ください。はい、それではですね、実際にマニュアル車運転の方を見ていただいていると思うんですけれども、もうそうですね、発進してしまえばそんなにそうですね、回転数を気にしたりとかは、しなくても大丈夫だと思います。ギア的にはそうですね、街中でしたらもう3速かその辺ですかね、1,2,3って素早くシフトアップしていただいたら、もうあと3速か4速でその街中は巡航できると思います。その辺は慣れだとは思うんですけれども、3速でしたので、で今4速で、5速入れる必要はないんですけど、ちょっとですね、インプレッサの方ギアが高いと、回転数が高いとちょっとバンク飛び出る力があるんで、ちょっといつも比較的ギアは高めですよね、回転数は抑えながら走っているっていう感じです。まず1速から2速、そして3速ですね。だいたい2,3000、インプレッサ 2,000cc でしたら、2,3000、3,000 回転以下でシフトアップしていただければ、大丈夫だと思います。5速入れる必要ないですよね、すみません、癖で、ね、あとはそうですね、シフトダウンとかも普通にクラッチ踏んでシフトを下げていただいて、でクラッチをつないでもらったら、そうですね、問題はないと思うんですけれども、回転合わせてシフトダウンする場合はそうですね、いきますね、こんな感じですかね。これは最初は多分ちょっとできないと思いますんで、慣れてからですよね、練習で。この先走行するレーンにご注意ください。ちょっと練習こんな感じで、ちょっと合いませんでしたね。練習でシフトアップシフトダウンを練習していただければと思います。いますね、シフトダウン、シフトこんな感じですかね。最初は絶対回転合わないです、クラッチ離すつなぐタイミングとかもですよね、合いづらいとはと思うんですけれども、そのうち何回か練習しているうちに合ってくるとはと思います。車混んでますな。
絶対に速度出していけないですね。あの見通しの効かないところは、まあ、速度を控えめにして、運転とかがいいと思います。あと今からちょっと交差点曲がるんですけれども、よく聞かれるのが交差点でのギアですよね、クラッチ、そっちの方ちょっと見てまいりましょう。まず発進しますよね。発進して、まあ、低速であればそのままでいいんですけれども、クラッチ切っちゃったらもう曲がりやすいです。でタイミングのいいところで2速に入れて、まあ、3速ですよね。で次に4速、ある程度速度がついたらクラッチ切って曲がってもらったら全然大丈夫ですね。合わせるときはクラッチ切ってまた繋ぐとき、回転合わせるときはちょっとポンポンって踏んで、こんな感じでクラッチ繋いでもらったらガクンとしゃくらないと思います。なんかアクションカーブが歪んでそうなんですけども大丈夫ですかね。ここは一時停止じゃないんですけど、車いっぱいですね。そうですね、今からここは有料道路になるんですけれども、ちょっとトラック通しだちょっとトラック通しだ、すいません。有料道路はもうそうですね、5速ぐらいで巡航できると思います。ちゃったら全然、曲がりやすいと思います。やばい、これなんか観光で撮影したかったんですけど、トラックとトレーラーがめっちゃいっぱいで、ちょっと時間的に撮影が無理なので引き返します。もうちょっとこういろいろとなんかこうテクニック伝えられたらよかったんですけど、また今度ですよね、ゆっくり撮影、しに行きたいと思います。土曜日日曜日でしたらそうですね、そんなにトラックとトレーラー向いてないんでまた撮影できると思うんですけども、ちょっとすいません、単調な動画になってしまいましたね。こんなにトレーラー多いと思えへんかったんですよ。南港降りてちょっとレビューもしてみたかったので、ちょっと防寒着もバッチリ着てきたんですけど、暑い逆にね、めっちゃ暑いです。何を言うてるんでしょうか。
さらいなんですけれども、これは社外品のタコメーター、デフィーさんのタコメーターですね。でこっちはブーストメーターになります。ターボが効くとそのブーってメーターが上がるんですよ。で、これが80って今書いてるのが水温計です。でこの上アクセル解除ですね、こんなのはまあ見ないんですけど、アクセル踏むとちょっとほら上がるじゃないですか。アクセル解除を示しております。そうですね、あとはまあ車の運転のコツといえば、そうですね、速度あまりこんなことを言えたきりじゃないんですけれども、速度を控えて走る、これがもう一番車の運転のコツですよね。安全運転対策と、まあ上手に運転するにはやっぱり速度を抑えて走るが一番重要なポイントではないでしょうか。あと車の運転慣れてきた頃にはそうですね、警察の速度違反取り締まりとかにも捕まりやすくなると思いますので、速度の方はそうですね、流れに合わせてなるべく控えて、っていうイメージがいいと思います。ですね、すいません、今日は、まあ、そんなにたくさんコツの方をお伝えすることできなかったんですけれども、また今度ですね、南港の方にでも行って、まあ、ちょっとなんかこういろいろと撮影してみようと思います。それでは簡単なんですが、失礼させていただきたいと思います。